V は、ギブソンフライング V をベースにして作成された、ジャクソンギターズのエレクトリックギター。頭文字を取って、キロボルトと書かれることもある。ジャクソンキング V はもともと、キングというニックネームで呼ばれていたラットの、ギタリストイコールロビン・クロスビーのために、デザインされたモデルである。クロスビーは、1980年代の間、ミュージシャン活動で、ジャクソンキング V を著名にした。 メガデスのフロントマン、デーブ・ムステインが最終的にこのモデルを使用する最も有名なギタリストとなった。1986年10月10日にムステインのカスタムモデルが完成した後、ジャクソン・ギターズはデーブ・ムステインモデルのシリーズについて一般向け量産を開始した。その後、このモデルはジャクソン・ギターズの最も売れたモデルの一つとなった。 この製造ラインは大幅なモデルチェンジが行われる2000年代前半まで続いた。2000年代前半に行われた大幅なモデルチェンジ後のギターは Y2KV とも呼ばれ、よりキブソンフライング V をベースにしたエレクトリックギターとなった。ムステインはこの時、自身のジャクソンギターズのギターコレクション全てを売却し、ESP、その後ディーンギターズとエンドーズ契約を結んだ。 ジャクソンキング V, キロボルト1ありがとうございます。